企業秘密の部分が多いんですけど、特徴としては、大きくは他と違うのは3つあると思います。1つは低温殺菌をしているということ、あまり熱を加えないようにしている、それが1つ。もう1つは酵素処理をしていない、非分解ということですね。そうすると、酵素で処理をしてしまうとサラサラで扱いやすいんですけど、取れてくる分子がみんな切り刻まれて小さい分子しか取れてこないわけです。なので私たちはそれをしないので、大きい分子、生物活性を持った生きた形の分子で取れてきている。そこが大きな違いですね。ともう一つは抽出の時に一切水を加えていないということです。それは無水ということですね。水ってカビたりいろいろ悪さをするんです。なのでそれは一切加えないから 100% 抽出液。その3つが特徴だと思います。で、今言った3つの製法上の特徴をもって抽出してくると、今そこには話題のエクソソームがちゃんとたくさん存在しているということが分かりました。